こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、50代の大人世代が持っておくべきマストアイテム7選というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルでは基本的に30代から40代の大人世代に向けてファッション情報をお届けしているんですが、結構様々な世代の方に見ていただいているんですね。まあ、20代の方も見ていらっしゃいますし、また50代以上の方も結構見ていただいているので、先日ですね、50代の方に特化した動画をですね、初めて出してみたんですね。まあ、正直どうかな、皆さんに喜んでもらえるかなと不安な気持ちでいっぱいだったんですが、蓋を開けてみればかなり多くの方に見ていただきましたし、コメント欄を見てみると結構待ってましたという声が少なくなかったんですね。まあ、確かに考えてみると50代向けのファッション情報ってかなり少ないんですね。まあ、そもそも YouTube は若い世代の方が多くて、まあ、20代30代の YouTuber さんも多いので、このあたりの情報は充実してるんですが、これがですね、50代になってくるとすごく情報量が減ってくるわけなんですね。まあ、確かに50代向けのですね、ファッション情報をお伝えしているチャンネルもあったりするんですが、結構価格帯が高くてコーディネートはすごく参考になるんだけども、なかなかそこまで予算が割けないなという方も少なくないかなと思うんですね。ですので僕のチャンネルでは普段のテイストを活かしながら、50代の大人の男性に似合いつつ、買う際にもある程度再現性が高いようなリアルな価格帯のお洋服ですね、このあたりをご紹介しながら、しっかりと50代の男性に似合うような着こなしを解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、50代の大人の男性が持っておくべきマストアイテムを皆さんにですね、一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、本編に入る前にですね、まずは復習としまして、皆さんに50代の男性にとってどのような点を注意すべきなのかというところを冒頭にお伝えをしておきたいなと思います。まずはですね、ファッションにはトレンド性の高いアイテムと定番的でベーシックなアイテムというですね、2つの軸があるというところ、ここをですね、念頭に置いていただきたいなと思ってるんですが、まあ、普段の僕の動画の中ではベーシックな部分を軸足にしながらも、トレンド感を程よくミックスしたようなスタイルですね、このあたりを皆さんにご紹介することが多いんですが、年齢が上がっていくにつれてトレンドと定番で言うとですね、定番の方の割合を増やした方がよりしっくりきやすいんですね。まあ、特にですね、50代以降の方になってくると、トレンドの雰囲気はですね、ある程度抑えて定番を中心にベーシックに組んだ方がしっかりとハマりやすいかなと思います。それは見た目の雰囲気ですとか体型ですとか、そういったものを踏まえた上で、トレンド感のある着こなしだと自分のベースの雰囲気となかなかマッチしなくなってくるので、できればベーシックだとか定番を軸足にした方がいいというところですね。それに伴ってサイズ感も変わってくるんですね。トレンド感の漂うような着こなしというのはちょっとサイズ感ゆったりめが多かったりするんですが、50代向けの着こなしになってくると、基本的にはなるべくスタイルをよく見せた方がいいんですね。むしろトレンド感のある着こなしって自分のスタイルの良さを際立たせるよりは、ちょっとゆったりめのサイズ感を着ることで旬な雰囲気を楽しみたいという傾向なんですが、やっぱり50代以降になってくるとリアルに体型が崩れてきたりだとか、スタイルがですね、若い子とは違ってくるので、まあ、なるべくスマートに見せるような方向にサイズ感も整えてあげた方がバランスがいいかなと思うので、ジャストサイズからちょっと緩めのサイズ感、ここまでがですね、一番ハマりやすいかなと思うんですね。じゃあタイトにすればいいかというと、やっぱりタイトにしてしまうと体のラインがそのまま出てしまって、むしろですね、肉感が強く出てしまうので、あまり推奨しないんですね。その点ジャストサイズというのは間違いがないですし、ちょっと緩めのサイズ感というのはうまく体のラインを隠してくれるのでバランスがいいので、このあたりを狙うといいのかなと思っています。まあ、それらを踏まえた上で早速内容に入っていきたいなと思ってるんですが、まず1つ目、皆さんに持っておいていただきたいのはこちらですね、ネイビーのセットアップですね。今回は具体的なアイテムもですね、皆さんにご紹介したいなと思っているので、事例を出しますと、ウェブ限定でやっているですね、ビューティー&ユースのワードローブスマートのアクティブサテンセットアップジャケット&イージーパンツですね。これがすごく使いやすいんじゃないのかなと思っています。まあ、今回ご紹介するアイテムというのは基本的にいつもご紹介しているようなユニクロ GU グローバルワーク無印良品、このあたりはあえて使わないようにしています。50代以降になってくるとやはりですね、生地の質感だとか風合いみたいなところがすごく重要になってくるので、まあ、いつものですね、
低価格帯のものはあえて用いらずにセレクトショップのオリジナルですね、このあたりで買っていただけると一定のバランスを取れたお洋服が多かったりしますし、あとはユニクロなどに比べると価格帯も高いので着た時の高揚感とかワクワク感も含めて、まあ、自信を持てるという点でもセレクトショップのオリジナルぐらいが、まあ、リアルで使いやすいのかなと思っています。で、今回ご紹介するですね、ビューティー&ユースのワードローブスマートというラインがあって、これがですね、まさに50代の大人の世代にはすごく合うようなレーベルになっているかなと思います。もちろん40代の方にも似合うかなと思うんですが、まあ、ビューティー&ユースってユナイテッドアローズグループの中でもちょっとトレンド感の強いアイテムも多いレーベルではあるんですね。その中でもベーシックで大人に使いやすいようなものをしっかりと揃えているのがこのワードローブスマートというシリーズなので、ここはぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。ウェブ限定になっていまして、店舗ではですね取り扱いがないんですが、サイズ感ジャストサイズでベーシックで大人に似合いやすいものしか並んでないので、この中から服選んでおけばまず失敗することがないので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。まあ、その中でも今回ネイビーのセットアップを皆さんに一番最初にご紹介しました。このようなアイテムというのはやはりですね、ビジネスシーンで着慣れたような定番的なアイテムですね。なので大人世代には綺麗めですごく使いやすいアイテムになってくるかなと思います。ネイビーのセットアップは内側に着るものを T シャツだとかニットだとか、あとはシャツにするだけで簡単に着こなしを作ることができますし、オンオフ兼用で使うこともできるんですね。まあ、そのあたりも含めてすごく使い勝手がいいのと、ネイビーのジャケット単品を使ってボトムスをデニムにしてあげたいだとか、グレー系のパンツにしてあげれば様々な着こなしを作ることができるので、ネイビーのセットアップは一着持っておくと間違いがないかなと思います。で、こちらのサイズ感なんですが、やはりですねジャストサイズぐらいになっていますので、大人っぽく上品に着こなすことができるかなと思います。今のトレンド感を捉えたようなサイズ感ではあえてないんですが、そちらの方が50代以降の男性にはハマりやすいので、まずはこういったものから用意するといいかなと思います。ちなみにこちらのシリーズなんですが、カラー展開豊富なんですけども、個人的にはモカとかダークグレーもすごくおしゃれ感あっていいと思うんですが、まずはベースとしてはネイビーを持っておくといいかなと思います。まあ、ダークグレーとかもシャープでかっこいいんですけども、グレー系って失敗するとすごくおじさんっぽく見えるんですね。なので50代以降の方でネイビーとグレーで迷ったら、僕はネイビーを基本的に着た方がバランスがいいかなと思います。まあ、特にセットアップだと上下ともグレーになるので、グレーの範囲が広くなるので、できればですねネイビーの方が良くて、まあ、ボトムス単品であればグレーなんかもいいかなと思うんですが、ネイビーのセットアップを持っておくのがまず間違いがないかなと思うので、こちらはぜひ皆さん揃えてみていただければなと思っています。そして最近のセットアップはやはりですね、機能面もすごく充実しているものが多いんですが、ストレッチが効いていてウォッシャブル、気軽にですね選択しやすいというところも含めて、現代のライフスタイルに合ったようなセットアップにアップデートされているので、これはですね50代以上の大人の男性にとっては一つの制服といいますか、まあ、一つのセットとして持っておいてまず間違いがないアイテムかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、アウターを皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、僕の動画の中でも様々なアウターを皆さんにご紹介してるんですね。丈の短いようなナイロン系のアウターもあれば、まあ、中間位置ぐらいのですねカバーオールも皆さんにご紹介していますが、やはり50代以上の大人の男性であれば、ある程度丈の長さのある綺麗めなコートを持っておいた方が僕はバランスが取りやすいかなと思うので、今回ご紹介したいのはこちらのようなステンカラーコートですね。一つ事例を挙げるとしたら、グリーンレベルのナイロンオックスラグランステンカラーコート撥水ですね。これは非常に使いやすいアイテムなのかなと思っています。まあ、丈の長さで言うとやはりロング丈にはなるんですが、最近はですねあまり行き過ぎたロング丈のコートというのはちょっとこうブーム的にも一段落してきてまして、ちょうどいいですね丈感になってきているので、まあ、大人の男性にも似合いやすいような割とベーシックラインなアイテムになっているかなと思います。まあ、このようなステンカラーコートは季節によって、ナイロンとかであれば春だとか秋に使うことができますし、冬場であればウールだとか、まあ、ウール調に見えるようなポリエステルだとか、このあたりを使ったものがいいかなと思うんですが、やはりこのステンカラーコートというのはすごく使い勝手のいいコートの一つかなと思います。ベーシックなデザインで一着あれば間違いなく長く使えますし、今のトレンド感というところもほんのり加味したようなボックス型のデザインになっているので、古臭い感じもしないので一着持っておくとすごく便利かなと思います。で、色合いに関してはですねネイビーとかブラックを選びがちなんですが、ちょっとですねこのような色を使ってし
しまうとビジネスっぽさが強くなってしまうので、個人的にお勧めしたいのがベージュですとか、あとはライトグレーみたいな明るめの色合いですね。このあたりを使っていただけるとオフのシーンでも使いやすいですし、あとはベージュもですね、ちょっと失敗するとやぼったく見えがちな色なんですが、グリーンレベルのこちらのコートに関しては僕も実際に持っているので着てる状態見ていただきたいなと思うんですが、非常にですね綺麗な色合いで大人の男性にも似合いやすいような上品さもあるので、50代以上の男性が着ていただいても全く問題がないかなと思います。シャリ感があって程よいカジュアル感があるんですけども、丈が長くて大人っぽく見えるというところではすごく使いやすいですし、重さもないので気軽にも着やすいかなと思うので、これはぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。そして大切なのがサイズなんですね。まあ、こちらのですねステンカラコート自体はもともとサイズ感ゆとりがあるので、身長164センチ53キロの僕だったら本来は S でいいんじゃないのかなと思います。僕はですね実際に先ほど着てたものは M サイズを選んでるんですね。それはトレンド感を取り入れるのが好きだから、ちょっとサイズ感をゆとりを持たせて着てるわけなんですが、僕ぐらいの身長であれば S でまず間違いがないかなと思うので、皆さんもですねサイズを選ぶときに通常サイズを選んでもらってまず間違いがないかなと思います。あえてワンサイズとか上げると結構ゆったりとしてしまって、40代の前半ぐらいの方まででトレンド感が好きな方であればハマるんですけども、50代の大人の男性にするとちょっとだらしなく見える可能性があるので、ジャストサイズぐらいを狙ってですねステンカラーコートのサイズをですね選んでいただければまず間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、トップスに移りたいなと思ってるんですが、50代以上の大人の男性であれば、やっぱりトップスはニットですね。これは欠かせないアイテムになってくるかなと思います。今回ご紹介するのは、プラステのライトウェイトクルーネックセーター、マシンウォッシャブルなんですが、まあこれはですね、僕の動画の中でも何度かご紹介してるので、まあ知ってる方も多いのかなと思います。まあユニクロもですね、すごく使いやすいんですけども、50代以上の大人世代になったら、ユニクロよりもワンランク上げたプラステが非常に使い勝手がいいので、ぜひこちらをですね、軸足にして人との違いを出していくといいんじゃないのかなと思っています。まあ中でもこちらのニットに関してはカラー展開豊富で、なおかつ厚みがちょうどいいんですね。ニットの厚みってすごく重要で、50代世代の方にとってニットというと結構薄い感じのハイゲージのですね、ニットを想像される方も少なくないかなと思うんですが、それだと体のラインを拾って、ちょっとこうお腹がぽっこり見えたりすることもあるので、できれば少し厚みのあるようなものが理想的なんですね。まさにこちらのニットに関しては中肉厚で体のラインを拾いにくいのと、適度にトレンド感を取り入れたようなゆとりも若干あるので、そのあたりも含めてうまく体型ともフィットしやすいかなと思うので、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。カラー展開豊富なんですが、その中でも例えば00のホワイト、こういったものを使っていただければ、先ほどご紹介したセットアップですね、ネイビーのセットアップの内側に使ってもらうのもいいと思いますし、ベージュのステンカラーコートとも相性抜群にいいので、爽やかなホワイトを選んでいただくのもいいかなと思います。または03のグレーなんかも結構グレーと言いながらもベージュとグレーが混ざったような色合いですごく上品なんですね。なのでこちらの色を優先してあげるのもすごくいいかなと思います。またちょっと差し色っぽくですね、綺麗な色のニットを使ってあげると結構50代以上の大人の男性には似合いやすいので、僕が推したいのは67番のブルーですね。これがすごく綺麗な色合いで、ネイビーのセットアップなんかとも相性がいいので、まあ、ぜひチェックしていただきたいなと思います。まあ、華やかな色っていうのは、なかなかですね、若い世代だと、かえって気恥ずかしくて、なかなか取り入れづらかったりするんですが、年を重ねるごとに、ちょっと綺麗な色とか、ビビッドな色が、かえって似合いやすくなったりするので、まあ、ぜひですね、ニットに取り入れてもらうと、バランスがいいかなと思います。アウターにですね、綺麗な色持ってきちゃうと、どうしてもですね、悪目立ちしがちなんですが、ニットの場合だと、その単品で着るだけではなくて、上にジャケットとかコートを羽織ることが多いので、見える範囲が減るんですよね。ですので、割とバランスが取りやすくなるので、まあぜひですね、ニットに綺麗な色を取り入れるという意味では、先ほどご紹介したブルーですとか、あとはですね、51番のグリーンですね。このあたりもちょっと淡めの色合いで、結構バランスよくハマるかなと思うので、まあぜひニットはですね、一色だけではなくて、僕はトップスの中で最も使いやすいアイテムだと思うので、少なくとも2着、3着ぐらい持っておくと便利かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて4点目もトップスなんですが、これも50代以降の男性にはマストになってくるかなと思うんですが、シンプルなレギュラーカラーシャツですね。これもですね、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。トップスの中でもカジュアルなものといえば、スウェットだとかパーカーですね。このあたりはかなりカジュアルめになってくるかなと思うので、結構50代以上の男性には難しいアイテムになってくるかなと思います。一方で綺麗めに入ってくるのが、先ほどのニットと合わせてこちらのシャツになってくるわけなんですが、まあ、シャツの中でも少しカジュアル感のあるような程よいリラックス感があるものですね。そういったものを持っておくと便利かなと思うので、今回ご紹介したいのはシップスエニーのですね、ソリッドリラックスレギュラーカラーシャツですね。こちらは本当に便利なアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。僕のチャンネルの中でも何度かこちらご紹介しているんですが、最近はこのようなレギュラーカラーシャツというですね、一番シンプルな襟のついたシャツですね、そういったものをサイズ感ちょっと緩めにしながらラフに着るというスタイルですね。こういったところがトレンドになっているんですね。で、ブランドによってこのレギュラーカラーシャツのフィット感って結構変わってくるんですが、シップスエニーに関してはゆとりがあるんだけども大きすぎないので、割と50代以上の大人の男性にもハマりやすいかなと思います。様々なカラー展開があるんですが、個人的にはですね、無地のブルーですね、ライトブルーというものがすごくいいかなと思います。ブルーの中でもちょっと色は濃いめになっていて、しかもですね、ライトブルーで爽やかさもあるので、これはすごく上品に見えるので、大人の男性にはおすすめになってくるかなと思います。先ほどのネイビーのジャケットの内側に着てもらうのもいいと思いますし、あとはベージュのステンカラーコートにも似合うので、このあたりは間違いのない選択かなと思います。あとはこちらのようなブルー系ですね、ブルーとホワイトの2色を使っているんですが、割とブルーの分量が多くて清涼感があるような、こういったストライプ柄というのもすごく使いやすいんですね。僕もこのようなブルー系の無地だとかストライプシャツっていうのはすごく好きなので、自分のブランドでも作ってるぐらいですね、大人の男性には定番的なアイテムになってくるかなと思うんですが、まあ、ぜひこういったものも一着持っておくと便利かなと思うので、ぜひ揃えていただきたいなと思います。まあ、ユニクロにも似たようなものがあるんですが、やはりこのあたりはちょっと価格帯を上げて、より品の良さだとか細かなこだわりというところも50代以降の男性には持っておいていただいた方がバランスがいいかなと思うので、ぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて5点目はボトムスですね。50代の男性にはどのようなボトムスが似合うのかというと、やっぱりよく履きがちなのが、ちょっとこう中途半端なシルエットのデニムだとかチノパン、このあたりを履いてる方が多いかなと思うんですが、ちょっとカジュアルに移りすぎてしまうと、50代以降の男性にとっては少しだらしなく感じられてしまうことが少なくないので、できれば綺麗め寄りのものを持っておくとまずは便利かなと思うので、今回ご紹介したいのはこちらですね。グリーンレーベルの大定番となるオルマイイージーパンツですね。ウォッシャブルストレッチ防シワというものですね。まあ、これがですね、やっぱりいろんなボトムスを見てきている中では非常にバランスがいいなと思うんですね。まずはシルエットに関してはですね、割とですね、もも周りは適度にゆとりがあるんですけども、膝から下にかけて徐々に細くなるようなテーパードが効いてるんですね。そしてセンタープレスが効いているので、スラックス調に見えるんですね。これで足長効果があって、すごくスタイルがよく見えるんですね。で、もも周りに関してはここまで細いと結構ムチムチ感が出てしまうので、適度なゆとりはあっていいと思うんですよ。そのあたりはグローバルワークのアーバンスラックスですね、このあたりもすごくいいんですが、かなり細いので50代以降の男性だとちょっとハマらないという方もいらっしゃるかなと思うので、少しもも周りにはゆとりがありつつ、膝から下テーパードのかかっているオルマイージーパンツがやっぱり使いやすいかなと思います。で、腰の部分はゴムになっているので、お腹もある程度対応できるので、そのあたりも嬉しいですし、まあ、ストレッチも効いてるというところも含めてすごく使いやすいかなと思います。で、ここで大事なのが色なんですよね。僕は普段ですね、ブラックのオルマイージーパンツをご利用することが多いんですが、今回50代の方に向けておすすめしたいのがダークグレーというカラーになります。これなぜこれを選んだのかと言いますと、ブラックとダークグレーって正直遠くから見ればそんなに変わんないんですよ。どちらも濃い色でシュッとシャープに見えるので、まあ、どちらを選んでも問題はないというところなんですが、ブラックだとかなりシャープに見えますが、ダークグレーだと程よくですね、柔らかさも出るんですね。ブラックほどシャキッとしてないというところが、かえって50代以降の大人の男性には使いやすかったりするので、ダークグレーのボトムスを1本持っておくと便利かなと思います。ちなみに先ほどご紹介したベージュのステンカラーコートとダークグレーのパンツ、めちゃくちゃ相性いいです。あとはネイビーのセットアップのジャケットとダークグレーのパンツというのも、これまたですね、基本的なジャケパンのスタイルで相性がいいんです。
ですね。なので、このダークグレーを持っておいていただいた方が少し柔らかさが出せるかなと思うので、おすすめしたいのは今回はダークグレーになってくるかなと思います。程よく太すぎず細すぎずというところのバランスですね。このあたりを含めて大人世代に本当に使いやすいかなと思うので、まずこちらをチェックしていただきたいなと思うのと、あともう一つですね、結構50代以降の世代だとデニムですね、このあたりをですね、やっぱり一本持っておきたいなという方少なくないかなと思うんですね。まあそんな時にやっぱり持っておきたいのはちょっと綺麗めの細身のデニムなんですが、これがまあ探しても見つからないんですよ。なかなかですね、デニムって最近のトレンドで言うと太めのものが多くなっていてですね、ジャストサイズのものって見つかりづらいんですが、その中で今回見つけたのがグリーンレベルのシグネチャーデニムスリムテーパードデニムパンツというものですね。これはですね、非常にシルエット良いんですね。ある意味で現代的なデニムっていう感じではないんですよ。大人の男性が着るにふさわしいようなテーパードが効いていて、ジャストサイズのデニムで、素材に関してもデニムで有名なですね、貝原の日本製のデニム使っていまして、質感もすごくいいです。コットン 100% ではなくてポリウレタンも一部使ってるので、ちゃんとですね、伸縮性もあって一定の履き心地の良さというところも実現してくれてるというところですね。そのあたりも嬉しいですね。デニムもゆとりがあればそんなにストレッチ効いてなくてもまだいいんですけども、ジャストサイズになってくるともうバキバキに硬いデニムは結構しんどいので、このストレッチの入っている貝原のデニムを使っているというところはすごくありがたいポイントかなと思います。まあ、3色展開になっているんですが、個人的には一番王道的なネイビーですね。コバルトだとやっぱり色落ち感がすごく出るので、まあ、似合う方は似合うんですが、ややカジュアル見えするので、ほぼブラックに見えるぐらいのですね、このインディゴブルーのネイビーですね、これを選んでいただくとまず間違いがないかなと思います。これもまた先ほどのセットアップのジャケットにも合うし、ベージュのステンカラーコートにも合うし、ニットやもしくはシャツにも合うので、今回ご紹介した全てのアイテムのそれぞれの親和性の高さを考えると、やっぱりこのネイビーというのが使い勝手がいいかなと思うので、グレー系のオールマイジーパンツと、そして濃いめのネイビーのデニムですね、このあたりを揃えておけばまず間違いがないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなと思っています。はい、続いて6点目はですね、足元に行きたいなと思います。靴の選択肢も様々なものがあるんですが、僕はですね、今回一押ししたいなと思ってるのがブラック系のレザースニーカーかなと思っています。まあいろいろと考えたんですね。やっぱり大人世代であればレザーのローファーとか、そのあたりを持っておいた方がいいんじゃないのかなとも思うんですが、やっぱりカジュアルな着こなしの中にローファーというのはちょっと難易度が高いのと、やっぱりですね、履き心地で言うとですね、スニーカーの方が断然履きやすいんだなと思う方が多いかなと思うんですね。なのでそこは無理をしすぎずにスニーカーでいいかなと思うんですが、そのスニーカーの中でも最も綺麗めで使い勝手がいいのはまさにブラックのレザースニーカーかなと思って、今回はこちらをご用意しました。こちらは僕のチャンネルでも以前からご紹介してます、アウルのデバイス1のスニーカーですね。アッパーはブラックになっているんですが、ソール部分はホワイトなのでちょっとカジュアルさも出るんですね。僕はソールまで全部黒のスニーカーって実はあんまり好きじゃないんですね。なんかこう退屈に見えるというか、特徴がなさすぎてファッションアイテムとしてはちょっと寂しい感じがしてしまうので、まあその部分がホワイトというだけでも程よくカジュアル感が出るので、僕はこのバランスが一番最適だなと思っています。で、白レザースニーカーとブラックレザースニーカーどちらにしようか迷ったんですが、今回は50代向けの動画ということなので、よりスタイルをよく見せるためにあえてブラックにしました。ホワイトだとボトムスをですね、例えばダークグレーだとかネイビーのデニムを選んだ時にですね、足元だけ分断されるようにパキッと白くなってですね、スタイルアップの効果で言うとやっぱりちょっと白だとなかなか難しいところがあるので、できればブラック系で揃えてあげた方が靴とボトムスがある程度一体化して足長効果が生まれるので、今回はブラックのレザースニーカーをご紹介したいなと思いました。まあローファーなんかもいいんですけども、ややキザさがあるのとちょっと履きづらいというところもあるので、このブラック系のレザースニーカーがまさにちょうどいいバランスなのかなと思います。アウルのデバイス1に関しては結構ですね、ソールが厚いんですよ。僕もですね、これ履いてると身長アップできますし、スタイルがよく見えるのですごくありがたいなと思うんですね。割とですね、しっかりめの作りになってるんですが、軽量で使いやすいですし、このあたりも含めてまあ間違いなく50代の男性にも似合うスニーカーの一つかなと思います。今回ご紹介したネイビー
ーのセットアップからベージュのステンカラーコート、シャツ、ニット全部に合いますので、そういった点も含めて使いやすいです。まあ、意外とオンのセットアップのスタイルなんかにも合うので、これ一足持っておくと汎用性がものすごく高いかなと思うので、50代の男性であればブラック系の白ソールのスニーカー、これは間違いがないかなと思うので、ぜひ揃えていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目はバッグに行きたいなと思います。50代以上の大人の男性が持つべきバッグ、いろいろと考えてみました。例えばバックパックはどうなのかとか、あとはですね、ショルダーバッグはどうなのかとか、まあ、様々な選択肢を考えましたが、やっぱり王道で行きたいなと思ってまして、今回ご紹介したいのは、まあ、こちらのようなシンプルなブラック系のレザートートバッグですね。これが、まあ、まず間違いがないかなと思います。僕もですね、ブラック系のレザートートはこの15年ぐらい使わなかったタイミングはほぼないんじゃないのかなと思うぐらいですね、いろんなものを使ってきました。決してトレンド感のあるようなアイテムではなくて定番的な位置づけです。なので一度買っていただければかなり長く使えるようなものですし、オンでも使えるしオフでも使えるというところではすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。ただ結構レザー系のトートバッグってでかいものが多かったりだとか、あとはですね、結構シンプルなものって探しても見つかりづらかったりするので、まあ、今回ご紹介したいのはですね、これ僕私物のもので、トゥモローランドで取り扱いがあるアーというブランドのものなんですが、これと結構デザインが近いですね。こちらですね、まあ、以前にもご紹介したことがあるんですが、ハッシュタグのスマートトートブラックですね。これは本当にサイズ感も含めてかなり近しいので、まあ、ぜひ皆さんにもご紹介ができればなと思っています。トートバッグって仕事で使うのであればある程度でかくてもいいかなと思うんですね。収納量が多いことが正義だと思うんですが、日常で使うのであればあまり大きすぎてもそんなに入れるものがないんですね。僕も普段こういったものを持ち歩きますが、ちょっとした書類だとか PC だとか雑誌なんかも気軽に入れられるので、これぐらいのサイズ感があるとすごく便利は便利かなと思います。だけどこれ以上ちっちゃいとちょっと女性っぽくなりすぎてしまいますし、あとは大きいとそれまた休日にはトゥーマッチな感じがするので、まさにこのあたりがすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、ハッシュタグのこのレザートートに関しては本当にミニマルなデザインになってまして、ブランドのロゴだとかタグもつかないですし、素材の質感ですね、ここが上質なものを使っていて、なるべく小細工なしで作られているところが非常に好感度が高いかなと思っています。素材は姫路レザーというものを使っていまして、表面の質感も含めてすごく上品なんですね。まあ、このようなレザー系のトートバッグってそんなにトレンドはないので、一度買ったら長く使うかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも気に入ったものを使っていただきたいなと思うんですね。まあ、サイズ感は僕にとってはこれぐらいがちょうどいいかなと思うんですが、それは人によるかなと思うので、もうちょっと大きいものがいいなとか、まあ、こだわりを持って選びたいなという方はシンプルなレザー系のトートバッグで、まあ、色はやっぱりブラックが使いやすいかなと思うんですね。まあ、靴の色と揃えてあげるとやっぱり統一感はあるんですね。もちろんカジュアルの世界の中で必ずしもバッグと靴の色を揃えなくちゃいけないというルールはないんですね。これはあくまでスーツだとかビジネスウェアの話なので、まあ、そこまで厳密に考える必要はないんですが、ただ統一されてた方がよりですね、まとまりはいいかなと思うんで、ブラックレザースニーカーに対してこういったブラックのレザーのトートバッグというのはすごく相性がいいかなと思うので、まあ、ぜひこういったものをチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では50代の大人の世代が持つべきマストアイテム7選というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、ちょっと気合が入りすぎてしまいまして、トータルで何分喋ったのかわからないぐらいですね、長くなってしまいましたが、まあ、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今回ご紹介したアイテムというのは基本中の基本ですね。まあ、このあたりはまず持っておいて間違いがないだろうというようなベースのアイテムになります。ですので、まずはここからスタートしていただいて、そこから少しずつステップアップしながらバリエーションを広げていくのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今後のアイテム選びの参考にしていただきたいなと思っています。まあ、これからもですね、このような50代向けのファッションの情報というのは定期的に出していきたいなと思うんですね。今回はベーシックなアイテムでお伝えしましたが、まあ、季節ごとに春のアイテムですとか夏のアイテムですとか、まあ、それぞれの季節ごとのアイテムも皆さんにご紹介していきたいなと思うので、まあ、ぜひですね、今回の動画気に入っていただけたらコメント欄残していただければなと思います。コメントが少なかったりだとか動画があんまり見られないとなかなか続けるのがしんどくなってくるので、まあ、ぜひ皆さんもこちらの動画応援していただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。